井寛次郎さん の, あの版画を鉄平の父にいただいて、それが台所にいつも飾ってあって、うん、その時は何でもなく暮らしが仕事って思ってたんですけど、やっぱりなんかそれをいただいてからもう30年ぐらい、30、40年ぐらい経つのかな。そしたらすごくなんかしみじみと、あ、これって本当にあのおじいちゃんが私たちに伝えたかった言葉なんだなっていうのが分かってきて、書いたりするのは結構気がだんだんどんどん上に上がってくるんだけど、この土に触れてるのはやっぱり自分が気持ちがすごい下に下がって、なんか地球に触れてる、土に触れてるっていう感じがすごくね、なんだ落ち着きますよね。木を植えたり種をまいたり食べ物を作ったり、まあ、着るものを作ったり、なんか衣食住を自分たちでちょっとずつ作るっていうのが暮らしかなって思っています。ちょっとだけ大根取れました。作ることってやっぱり仕事でもあるけど暮らしでもある。やっぱりどんどん人に使われるものを作っているので、暮らしの中にどれだけするりと入り込んでいけるのかっていう、できっとあのこういう使うものもそうなんですけど、本もそうですし、絵もあの器も衣服もやっぱりそういう暮らしの中から生まれて、暮らしの中へするりとみんなの近くに行って、いろんなあの生きるためのなんか道具になっていったらいいなって思いますよね。